あの東京オリンピックを開催して本当に良かったなと思いますでその一つの理由としてですね自分の中に大きな変化があったんですよねでやっぱ最初の頃はあのやっぱり日本人アスリートの活躍に目がいってて、まあ、報道の仕方もそうでしたけどあのなんか、うん、まあえ金、ー、メダとか取るとすごい嬉しかったりとかで負けると悔しかったりとかそういうまあ自分の国のアスリートを応援するっていう。 そ、まあ、そういうい形でであったんですけどやっぱそれがです、ね、途中から変わっていくんですよね。で一つの大きなきっかけになったのが今回あの民放さんがですね五輪 JP っていうサイトで随分ストリーミングしてくださってて五十嵐カノアさんが出たあのサーフィンの競技を見てたんですけどそれがたまたま実況中継がないやつで、えっと、国際映像をあの、まあ、そのまま流してくださってるサイトだったんですね。そそれれがが本当に素晴らしくてて海があってそれで まあさんとかいてて各国のアスリートがいてそれでやってる時になんかすごくなんか地球の上の生き物の営みをフラットに見ているような気持ちになってきてでそ,の候補それが一つのきっかけになったのだろうと思うんですけどやっぱりあの日本人アスリートは残念ながら振るわなかった場合も外国から来たらえオーストラリアから来たえアメリカから来たアフリカから来たアスリートたちが今回あのアスリートたちが何てかストリーミンかビデオを通してえ 母国にいる家族の方とお話しするような機会があったりして金メダルを取った方がそういう形で一緒に喜んでたりとかそういうのを見てるうちにだんだんやっぱり自分の中で変わってきてあの最後の方になってたら、まあ、もちろん日本人アスリートの応援はしてるんですけどすごくフラットに各国のアスリートのお姿を見るようになってきたなっていう自分の中でそういう,うに感じててでそれがですねあの僕昔あの野口聡一さんだったかな,なんかあの誰か国際宇宙ステーションの搭乗会 滞在経験のある宇宙飛行士と話してた時に、すごく素敵な話を聞いて。それどういう話かというと、その、まあ。最初ね、国際宇宙ステーションに乗ると、みんな、例えば、じゃ。日本の宇宙飛行士だったら、あ,あ、日本が見えたっていうし、フランスの宇宙飛行士だったら、フランスが見えたってやってるって言うんだけど。それが、まあ、国際宇宙ステーションって、90分に1回、こうやって。地球を回ってるわけですね。で、最初は自分の国が、あそこだとかって、そういうのをすごく。あの。ね、反応するんだけど。だんだん、だんだん、その。 地球全体をフフラットに見るようになってきて、そのうち本当に国境とかそういうこと関係なく、地球という青い惑星に海があり、とね地面があり、森があってっていう都市があってっていうそこで都市に光が息づいてるみたいなことがすごくフラットに見えてくれるようになるんだっていう,ふうにあのおっしゃってました。だからあのすごいいいなと思って、なんか僕は東京オリンピックで経験したこの全ての国のアスリートをフラットに見る というあの内面の変化、まあ、なんかねその国際宇宙ステーションの宇宙飛行士の方の見え方の変化にちょっと似てるなと思って、でそういうことが今回あの気づきあの変化があったことだけでを取っても僕にとってやっぱり東京オリンピックっていうのは開催してよかったな、開催されてよかったなという風に心から思います。本当にあの関係者の皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。